気をつけてね。2たすこれ何だった？2たす2は4。4に1、答えは5。え5じゃないってみんな言ってるよ。もう一回考えない。一番最初どこやるの？3引く1でしょ。3引く1は2でしょ。じゃあ2引く1は1。覚えておいてよ。これいいな。で2たす2は4。に1足したら5じゃないか。お前なんでそういう嘘つくんだお前。って言うから彼も自信なくしちゃったじゃないかな。おい5なんだぞ。このこいつらお前あお兄ちゃんだもんでね、いじめてんだな。うるさんもあら。じゃあこれ石田君やってみる。じゃあどこ最初やるんだ。3-3。3引く3いくつ？0。また0って。0言ってくな。0。発音悪いなお前。0って言えばいいんだ。0言ってくな。4たす2は6。引く0は6。それから5を取ると1。スラスラできたなお前。なるほど。 じゃあ河合くんにやってもらおう。いいな。河合くんどこ一番最初やるんだ。4引く2。4引く2は2。ここは2になったんだぞ。鈴木さんいいか。2になったんだぞ。2って書けばいいじゃん。書けん。よし書いてる。よし2って書いたぞ。いいな。書いてないし見えるもん。ちゃんと薄く横から見てると見えないもん。じゃあ鼻くそつけて書くわ。見えるか。見えない。まだ見えない。本当にがかわいそう。見えるか。佐野君3引く2は3引く2。1。あんたね答えろ。1。1に1足して2。2に2足して4。よし。そこでその紙に名前を書いてください。書いた。どっち裏どこでもいい。そして問題をやってもらいます。時間は30秒にします。いよいよ問題だ。早すぎる。30秒です。なんかパチンコしてる人みたいな。あんたパチンコ行ったことあるのか。行ってない。なんで知ってんのよパチンコの音みたいだってこと。なんで知ってんのお前。車でトイレ行きたくなってトイレ行くときにパチンコ屋のトイレ行ったから。子供がどうしてこれがパチンコ屋の音だって知ってるかお前。行ったことあるからでしょうが。ダメじゃないかそんなことは。思わずバレちゃった。この前ママのおっぱい味がないって言ったな。あれ佐野くんじゃなかったかお前。違うよ。ママのおっぱい味がないとか言って。君じゃないの。ほんと。じゃあいくぞ。じゃあ問題いいな。この問題答えだけをそこに書いてください。時間は30秒です。よーいスタート。ピピピピッとなったら集めます。答え横の人見ちゃダメよ。教えたらダメぞ。自分で考えてやりなさい。シッ黙って。答え言っちゃダメだぞ。口に出しちゃダメだぞ。みんな終わりになっちゃうから。答えを書いてください。で折り曲げてください。見えないように。高山さんいいか見込みだぞ。はい書いてください。じゃあ河合くんみんなの集めてきてください。折りたたむの。はい折りたたんで。よし河合くん集めてこい。わかりません。じゃあ佐野くん集めてこい。何じゃあ俺集める。じゃあ集めてきてみんなに。あの答え隠しておくよ。絶対見えないようにして。あこさんいいとこ来た。みんなの答え集めてやってちょっと。折りたたんだよ先生。じゃあ、あこ先生に渡してください皆さん。はい。折りたため。ダメよ、そのこと言ったら。こんなあれじゃん、参加しない表示で。してますよ、ゴミで。ダメって、こんな。
はい、どうぞ。折り曲げました。折り曲げろって、そんなお前。折り曲げるから、ちょっと待って。な、そうだよ、あの、ひろ、はい、もうダメ、時間だぞ。じゃあ、会ってた人に今日はご褒美があります。じゃあ、2人会ってたらどうする？1人飛行機とか大丈夫？全員、意味あげるよ。 3人やったら3人にあげるよ。では、会ってた人の名前言います。ブーピンポン。ピンポン。ブー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 。じゃあ答え発表しますよ。まずカッコの中先にやる、ここやるんだぞ。3引く1は2。2と覚えておけ、2っていいな。3引く1は2で、今度ここ4引く1は3と覚えてくんだぞ、うん、で4引く2は2、2足す3は5、引く3は 2なの。よし、発表します。今日の合格は3人いました。あー、チーズお前だろこれ。そうだよ。石頭テータ。石頭テータくん。石がうーた。石がうーたくん。そんなもんいねえの、お前。石田そうた。なんだって。石田そうた。これが石田そうたに見えるかお前。見てくれこの小さい字を。高山理子さん、よし。藤沢雄生君、この3人が今日の、勝者であります。胸手叩いてあげてください。ベチ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 。あげるのは4種類の中の1つです。3D パズルです。万里の長城か、パリの凱旋門か、タージマハールか、もう一つね、ベッフェル塔があったはずなんだよな。飛行機がいい。で、3人の人、エッフェル塔もあるんだよ、これ。いいね。まず石田君、どれがいいですか？あ、俺も。どれ？俺も決めた。俺と、あれ、どれ？選ぶ。いらっしゃい。はい、もう、石田君と、高山さんと。あ、これ欲しいな、俺。もう、お前らだね。じゃあ、持ってきて。あー、その2つがいいね。どうでしょう。では次の勉強。飛行機が欲しい。嫌です。なんで？なんで飛行機って言わないの？それはあげないよ、それ。これはあの、あれだもん。